で、なんか日野駅でもね、朝の11時までに行ったら、なんか日野駅、ちょうど今日野町ですけど、あ、でも帰るらしいんで、こっからね、一軍昇格させるか。ああ、いくらかわかんないけど、まあいいや、500円だし、電車代が。うん。日野駅だから。それで、駅前まで行っちゃいましょう。で、意外とガッと近くになりそうで怖くなってきたぞ。よいしょ。さあ、行きますか。よいしょい。まってたら。さあ、見た、岡崎レストランが出て、まあ、駅前まではすんなり出れる。で、何やる？上海鉄道だから、ターミナル企画成立するか、いくつか姿勢がありますもんね。ですから、近江鉄道ターミナル駅完全制覇のために行くか。一緒に行こう。よし。もはや、路線図も何も調べてねえから、あれだったけど、確か八日市のところでなんか入ってく支線とかありましたもんね。うん。し、八日市駅とね、四日市駅を間違えてしまったも取れるし、うん。で、乗り換え駅の探索シリーズみたいなやつも、ここは初めて見るかな。最初にね、それこそ近鉄でやって、近鉄だとその乗り換え接続駅がたくさんありますんでね。うん。それでやるっていう方法も考えてたんですけど。まずとりあえず、近江鉄道でやってみて。逆に言うと多分ターミナルだけだとちょっとしゃばくなるんですよね。そんなに支線がめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないはずなんで。うん、近江鉄道は乗ったことないからね、なんともわかんない。なんてこった。そんなガッツリやるつもりなかったからな、今日。うん。時間はでも8時50分なんで、まあまあまあ。まあ、しかもワンコインって聞いたら、やっぱしね、紹介がいい人かないわけにはいかないでしょう。よいしょ。期間限定切符だったらこれ早めにあげた方のがいいのか？じゃあ元通りここで差し込むか。じゃあこれ JR、あ、これじゃあ、JR 西日本のそのクズ流行の前に差し込むか。ああ、いや、まあ出来栄え次第だな。じゃあその場合は、もしかしたらあまりあれ入ってないかもしれないけどね。BGM とかなしでパパッと作ってしまえば、あ、差し込みできることもないかな。日野ラーメン。へえ。聞いたことない。買い出しラーメンがいい。へえ。あ、ちなみに、そうだ。今やってちらっと見てたら、そうだ。ライドパスらしいんで、ライドパス。あ、でも、まあ、アプリ入れてあるから。そこからパッと変えちまえばいいのか。駅着いてまず、とりあえず駐車場とか探してね、そこからですね。そう。ここか。松尾の交差点曲がって、これで、そうですね、デッチ洋館とか出てきてますし。市街の方に入れる。なかなか今回もいっぱいあるんですね。でしょ。あれ、走ったことねえのか、この辺り、俺。日野町はなんやかんやちょいちょい来てるんですけどね、もう一つ、南の筋かな、走ったことは。昔の平和堂があったのはっていうことですよね。で、今、こっちの平和堂にとても親しいですけど。
フレンドマートか。こっちの方はね。昔の平和と日の出中も来ましたね。さあ。案外あっさりと、日の駅着くらしい。で、とりあえず日の駅まで行っちゃいましょうかね。で、あと、ここから駐車場どうするかな。どうだろうな。いわゆる、この前、これの動画よりの上がる後になるのか。いわゆるローカル駅だと、駅前にね、無料駐車場がありますよっていうケースが結構多かったりするんですけど、これだけちょっと栄えてる感じのところだと逆にね、駐車場、あ、さっきある？これ駅前だ。大見立てと日の元気。ここは関係者。これはバス乗り場だな。間違えてるな。これは完全にバスだね。関係者が駐車して禁止になってるんで。あ、でも、町営無料駐車場ってなってる。何？出て、JA のところ曲がったらいいんだ。へぇー。無料駐車場ってなってんじゃん。マジ？助かった。マジで？いいじゃん。一日乗車券は500円になってたわ。あれ、いいんじゃね？いいんじゃね？今日、当たり運あるんじゃね？これ。日野町営駐車場、ここか。町営駐車場。はぁ。何？あ、いっぱいだね。ん？こっから入るのか？何？ここは、なんか無料って文字は見えてたけど、いいのかな？ちょっと案内をチェックしてみよう。何て分かってないんだ？スマートフォンアプリでも。あ、でも売ってるけど、駅でも買えるみたいなんで、せっかくだから、駅がちょうど営業してるみたいなんで、買っていこうかな。ってのは、なんか、電池の残量が、思いのほか少なくてですね。もしかしたらやばいかもしれないんで。よし、これで行こう。よし。よし。まあ、手軽な日帰り旅なんで、多分、プチ動画にはなると思いますけどね。とりあえず行ってみましょう。ここでいいのか、駅員さんがいるんだったら駅員さんに聞いたらいいか。よし。あかんかったらまた考え直そう。緊急電話し始めます。よし。